一夜だけ花を咲かせることで知られる月下美人が、今月、淡路市で真っ白な花を咲かせました。純白の花びらに上品な香りが漂う月下美人。夕方に咲き始めて一夜だけ開花し、翌日の朝にはしぼんでしまう珍しい花です。淡路市しずきの岡谷俊明さんが営む飲食店の敷地内では、夏から秋にかけて3度ほど咲く月下美人が15年前から育てられています。花の部分は天ぷらやおひたしにして食べられるほか、焼酎につけて透明な瓶に入れておくと1年ほど観賞することもできます。今年は7月に50輪、今月はすでに140輪が咲いていて、便りを聞いて訪れた人たちは一夜だけの開花を楽しんでいました。1本に 2,3 個の花っていうのを見たけど、こんなたくさんの花、もうすごい感激です。こんなに立派に咲くのを初めて見ました。明日の朝になったらもうタラッと力尽きて終わっちゃいます。もう今日だけのものなんです。だからやっぱり見てもらいたいので、いろいろ声をかけて来ていただいて嬉しいです。岡谷さんが育てる月下美人は10月中旬頃にもう一度開花する見込みだということです。